中央坂、神戸米国総領事館。通称中央坂米国総領事館は、アメリカ合衆国が、日本の大阪府大阪市に設置している、総領事館である。かつて、兵庫県神戸市に設置されていたため、総領事館の名称に、神戸が併記されている。幕末の1867年に中神戸、米国領事館として、神戸に開設された。第二次世界大戦で、 日米両国が戦争状態に突入したため神戸の領事館は閉鎖されたが日本が国際社会に復帰した後の1953年に再開された。1961年神戸の領事館が中神戸米国総領事館に昇格した。1987年には神戸の総領事館が大阪へ移転し中大阪。 神戸米国総領事館としての運営が開始された。総領事館の広報担当部門に関西、アメリカンセンターがある。ありがとうございます。